JAS0023 魚類の鮮度、経地、試験方法、高速液体クロマトグラフ法は公益財団法人函館地域産業振興財団の申し出により制定された日本農林規格です。この方法の対象は生鮮魚類です。ただし魚類の中でもマグロ、サケ、ブリといった硬骨魚類に限定します。また未凍結のものと凍結状態のものを対象とします。さらに刺身用の柵や切り身など頭や内臓を除き形状を加工したものも対象です。ただし解凍して時間が経過したものや解凍して再凍結したものは対象外です。経地とは科学的な鮮度指標で筋肉中に含まれるエネルギー成分であるアデノシン三リン酸 ATP の関連物質のモルガン有量から算出します。魚類の筋肉では死後の時間経過に伴い ATP の分解が不可逆的に進みアデノシン二リン酸、アデノシン一リン酸、イノシン酸、イノシン、ヒポキサンチンの順に変化します。これら6つの ATP 関連物質の含有量の総和に対し分解の後半に生成するイノシンおよびヒポキサンチンの含有量の和の比率を百分率で表した値が経地です。鮮度低下が進むにつれてイノシンおよびヒポキサンチンが増加し経地の値は大きくなります。そのため値が小さいほど新鮮であると言えます。なお鮮度低下に伴う経地の上昇速度は魚の種類によって異なることが分かっています。例えばマダイの場合の時間経過による経地の上昇の一例、ブリの場合の経地の上昇の一例、イシガレイの場合の経地の上昇の一例というように魚の種類によって上昇の度合いが異なるため経地により鮮度を比較する場合は同じ種類の魚同士で行うことが前提となります。全体の流れはこの図の通りです。では早速やってみましょう。まずはじめに試験用資料の調整抽出です。凍結された資料を用いる場合は半解凍または解凍して直ちに次からの操作を行います。 ATP 関連物質の分解を避けるため資料調整の一連の操作は次の pH 調整の手順に移るまでは中断せず迅速に実施します。また操作をするとき以外は資料および抽出液を漂冷し低温状態を保ちます。試験用資料を調整します。資料に頭、骨、内臓、表皮、ヒレなどがついている場合はそれらを除きます。また血合い肉も取り除きます。資料を均質にするためにフードプロセッサーなどを用いて破砕します。これを試験用資料とし、直ちに次の操作を行います。抽出操作に移ります。試験用資料約 2.0g を 10mg の桁まで抽出用容器に測り取ります。また、ATP 関連物質の
分解酵素を失活させるため、あらかじめ漂流した火塩素酸希釈液を抽出用容器に加えます。ホモジナイザーを用いてかき混ぜ、火塩素酸希釈液中に懸濁させます。ホモジナイザーに懸濁液の付着が見られる場合には、あらかじめ漂流した火塩素酸希釈液で洗い流します。洗浄液と懸濁液を混合します。この動画では火塩素酸希釈液を懸濁用に 20ml、 洗浄用に 10ml 使用しています。以上の操作で混合した液を懸濁抽出液とします。懸濁抽出液に水酸化ナトリウム溶液を加えて混合し、 pH を調整します。 pH は pH 試験紙または pH 計で測定し、 2.5 から 3.5 の間となっているか確認します。 pH が 3.5 以上となった場合は希塩酸を加え、2.5 以下の場合は水酸化ナトリウム溶液を加え、 pH を調整します。適切な pH になるまで操作を繰り返しても構いません。 pH を調整した懸濁抽出液を全量フラスコに移します。全量フラスコを水で低溶し、内容物の一部または全量を採取します。採取液を漂流し30分以上静置します。ここでは液中のタンパク質を沈殿分離させます。これを pH 調整抽出液とします。pH 調整抽出液の上澄み液を一部採取し、メンブランフィルターでろ過することで液中に残ったタンパク質を除去します。得られたろ液とリン酸干渉液を混合します。この時リン酸干渉液は次のいずれかのものを使用します。ピストン式ピペットまたは全量ピペットを用いて、ろ液とリン酸干渉液とを4対1で混合します。これを試料溶液とします。なお10度で保存した試料溶液は少なくとも3日間安定した状態を保つことが確認されています。HPLC 測定を行う前に検量専用標準液を調整します。調整の流れは次の通りです。まずは各標準原液中の ATP 関連物質の正確な濃度を決定するため、標準原液それぞれについて希釈し、吸光度を測定します。次に各標準原液を混合して検量専用混合原液を調整します。続いて検量専用混合原液を希釈して4段階以上の濃度の検量専用標準液を調整します。では
調整を始めましょう。あらかじめ水で約5ミリモルパーリットルに調整した ATP 関連物質標準原液をピストン式ピペットまたは全量ピペットを用いてそれぞれ全量フラスコに測り取ります。次に 0.05 モルパーリットルリン酸干渉液で100倍に希釈します。これを濃度測定用溶液とします。分光高度計の測定条件を設定します。次の表の通り ATP 関連物質ごとに測定波長を設定します。リン酸干渉液を対象液として濃度測定用溶液の吸光度を測定します。この式から各標準原液中の ATP 関連物質の正確な濃度を求めます。 ATP 関連物質のモル吸光係数はこの表の通りです。この式の意味をイメージで示すとこのようになります。例として ATP 標準原液の濃度を算出する場合を示します。この式にそれぞれの数値を代入して計算すると ATP 標準原液の濃度は次のようになります。ピストン式ピペットまたは全量ピペットを用いて ATP 関連物質の標準原液を同一の全量フラスコに測り取り水で定溶します。これを顕量専用混合原液とします。ピストン式ピペットまたは全量ピペットを用いて顕量専用混合原液を水で希釈します。希釈液とリン酸干渉液とを4対1で混合します。この時リン酸干渉液は HPLC 測定で使用するカラムに応じて次のいずれかのものを使用します。この方法で4段階以上の濃度の一連の顕量専用標準液を調整します。HPLC 測定では2系統のカラムが利用可能です。一つは機材にシリカゲルを使用したもので官能器がアダマンチル器のカラムです。アダマンチル器は図のようにカゴ状のアダマンタンにエチル器が結合しこれがシリカゲル機材に結合しています。シリカゲル系カラムはシリカゲルに結合させる官能器を変えることで分離のバリエーションを作ります。シリカゲル系カラムで最もメジャーなオクタデシル基が結合した ODS カラムのうち測定対象物質とマトリクス成分が分離できない製品の例が確認されました。もう一つはポリマー系カラムでポリビニルアルコールを基材としたものが利用できます。ポリマーの充填剤は表面に細かい穴がありこの穴のサイズをいろいろ変えることで幅広い資料の分離をコントロールすることができます。JAS ではポアサイズが40ナノメートルのポリマーゲルを充填剤としたカラムが利用できることを確認済みです。 HPLC 条件は次のいずれかに設定します。なお試験室間共同実験では使用するカラムに応じて流量を次のように設定しましたのでご参考ください。測定開始前に全体のシステムを安定化させ設定した条件で作動させた際ベースラインの変動が ATP 関連物質の測定に支障がないことを確認します。それでは測定を始めましょう。測定は標準液飼料溶液両方を含めて注入する順番をランダムとすることを推奨しています。
最後に経値を算出します。まず検量専用標準液中の ATP 関連物質のピーク面積から ATP 関連物質ごとに検量線を作成します。なお作成した検量線の相関係数は 0.998 以上であるものとします。作成した検量線を用いて飼料溶液中の ATP 関連物質のピーク面積から ATP 関連物質の濃度を算出します。算出した飼料溶液中の ATP 関連物質の濃度から試験用飼料中の ATP 関連物質の含有量を求めます。この式の意味をイメージで示すとこのようになります。例として試験用飼料中の ATP 含有量を算出する場合を示します。この式にそれぞれの数値を代入して計算すると試験用飼料中のATP 含有量は 4.8 マイクロモルパーグラムとなります。最後に経値を算出します。経値は次の式から求めます。例として試験用飼料中の ATP 関連物質の含有量が次の通りである場合、この式にそれぞれの数値を代入して計算すると経値は 6.3% となります。ご紹介した通り、この方法によって鮮度という概念を経値という具体的な数字で比較することができます。また妥当性が確認された試験方法ですので経値測定の基準法としての活用が期待されます。それにより経値を利用した新鮮な水産物のブランド化のほか、魚の鮮度を保つ輸送技術の有効性の証明にも期待が持たれます。ぜひご活用ください。